どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はですね、あの懐かしのアニメソング、ガッチャマンの歌、やってみようと思います。はい。あ、ちなみに、ね、ガズレレではですね、アニメソングとかそのジャンル結構やってるんですよ。ここにリンク貼っておきます。興味ある方、アニメソングとか、まあ、映画の曲とかまとめてるところ見に行ってください。はい。そのガッチャマンなんですけど、私歌は聞いたことありますよ。なんだけど、なんかストーリーをね、どうもなんか記憶にあまりないなと思って考えていたんですけど、さっきウィキペディアで調べてみたらですね、なんと私が生まれた年に放映開始ですからね。で、4年間放映されてたようで、2年間だ。まあ、私見てたとしても、まあ、そう記憶ないでしょうね。はい。ですけど、この歌は、やっぱり、こう、広く歌い継がれていく。これは楽しいです。はい。いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流オリジナル簡単バージョン。後半は、かっこいいバージョンです。こう、シャキッとキレがいい。こう、なんか、スパッといく感じのこのかっこいいバージョンに決めてみたいと思います。最後までご覧になってください。さあ、懐かしのアニメソング。これはウクレレで弾いたら楽しいですよ。まあ、あとは大好きな曲、思い出の曲、今ね、歌いたい曲、いろいろな曲をですね、こう、楽器と一緒に歌う弾き語りっつうの、これ最高なんでございまして。かといってね、ピアノとかギターとか、まあ結構大行で大変そうじゃないですか。ウクレレはいいですよ。カジュアルで。ちっちゃいし、弦も4本で簡単なんですよ。楽器は無理だなとか、音楽私苦手という方。ウクレレが助けてくれるっていうか、まあ、一緒に遊んでくれますから、はい。簡単ですけれど、奥はすごく深いですからね。ぜひ皆さんお気軽に、ウクレレ始めてみてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見ながらウクレレ触ってるだけで、どんどん楽しく音楽できるようになります。はい。YouTube だとですね、いいのが、やっぱり、いつでもどこでも、スマホでも、ちょっとした空き時間で、こう、ね、動画見ながらできるわけですから。しかも無料。これはぜひね、やってみたらいいと思いますよ。ここに、リンクあるんですけど、このリンク先の初心者リストはここというところにジャンプしていただいて、そこのね、数字の1234という動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私今できたんじゃない、うふってなると思います。はい、はい、じゃあここに行ってくださいよ。初心者リストはここ行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今まで私が取りためたありとあらゆる音楽のウクレレ超簡単レッスン動画がすでにアップロード、700曲ぐらいアップロードされています。最新 J-POP から夏メロから演歌から洋楽からハワイアンからアニメソングから、もう本当にあらゆるジャンルやってますので、ぜひさっきのリンク先の下の方に、リスト、曲のリストあるんで見に行ってみてください。それではガッチャマンの歌、まずはシンプル簡単バージョン、ゆっくりやってみます。ワン2 1 2 3 誰だ空の彼方に踊る影、白い翼のガッチャマン、命を懸けて飛び出せば科学忍法火の鳥だ、飛べガッチャマン、行けガッチャマン、地球は一つ、おーガッチャマン、ガッチャマン、嵐を抑えて雲切れば科学忍法火の鳥だ、飛べガッチャマン、行けガッチャマン、地球は一つ、おーガッチャマン、ガッチャマン。せーの、シュワッチ。はい、ガッチャマン簡単バージョンやってみました。なんかこうね、テンション上がってきますね。この力強い感じで。はい。動画の中のテロップで一緒に見ながら一緒に合わせてもらうのも最高です。で、それがちょっと慣れてきたら、自分でね、ノートに書き出して、それを見ながら自分だけで歌ってみるっていうのをおすすめします。その時の参考になるように私のノートを見てもらいたいと思うんですけど、まあシンプルですよ、とっても。で、さっきテロップね、見ながら、見慣れないの出てきたでしょ。A です。A、A。後で解説しますんで、簡単ですから。まあ、ひとまずこれメモっといてください。ここから歌がいきなり始まりますね。で、ここ、
シンプル簡単バージョンはジャンジャンって2回弾いて伸ばしたんですけど、かっこいいバージョンでは3回ダダダって決めます。まあこれも後で解説します。はい、じゃあひとまずメモお願いします。これかっこいいし、これガッチャマン、ちょっとなぞってみました、ロゴを。で、これガズレレ流、オリジナルショートカットバージョンで、2番の B メロを、1番全部やってから2番の B メロに繋がってるとか、フルでやりたい方はコード進行一緒ですから、どんどんこの歌詞を書き足していくとできることになってますんでね。やってみてください。はい。さっき見たこの A がこう出てくるからね。はい。ここはもう繰り返しのところですね。歌詞がちょっとこの辺変わってるだけで。はい。こんな感じでやってみました。で、ここに2弦の0030って、これ後で解説します。これかっこいいバージョンでやるやつなんで、今のシンプル簡単バージョンは上の段でやりましたということで。じゃあ出てくるコードを解説します。はい。Am-F、Dm-A、G7-E7 ですね。このね、A はちょっと後で解説するとして、ここら辺のこの5つぐらいは、これが、この曲今6個でコードやったんですけど、まず基本になってるのは、いつも出てくるこれです。ガズレレ必須コード。必須って書いてある。必ず覚えた方がいいですよというコードの、8個のコードのグループをこういう風に呼んでるんですけれど、コードっていうのは本当に星の数ほどあって、全部覚えるのそもそも不可能なんですけど、まず、ウクレレで音楽を始めた初心者の方は、この8個のガズレレ必須コード、超簡単入門コードなんで、これをまず最優先で覚えてください。はい。そうするとですね、今ご覧になってるガズレレ YouTube でいろんな曲これからやるときに、これがほとんど基本になってますから、はい。8個覚えておくだけで、ほぼ8割9割。できます。で、以前ね、その8個のコードをめちゃくちゃわかりやすく、私がですね、もちろん解説してる動画、ここにリンク貼っています。このコードの解説はね、もう本当にわかりやすいんで、ぜひ行って8個のコードを覚えちゃってください。その中の5個ですから、はい、安心してください。で、じゃあ、A の解説いこう。これ A。これね。まあこれ簡単なんですよ。見て、Am のところに3弦の1フレットついた。ちょっと一応、たまに出てくるんですけど、一応、やっておくとね。こことここの2箇所です、押さえる。こうですね。はい。で、これを話すと Am になります。はい。で、逆にこっちを話すと A7 ってコードになるんで、A と Am、A7、こんな感じ、関係性です。これ覚えておくといいですよ、3つで。これでまあ、これもまあ言うたら入門コードですから。はい。これで今ガッチャマンをやってみました。じゃあ、こっから、かっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョン。これはね、やっぱキレが大事で。で、ね、やっぱ原曲を聴くとですね、結構16ビートのね、ファンキーな感じなんです。こんな感じです。誰だ誰だ誰だ、うん、こういうファンキーなリズムなんですけど、やっぱね、ウクレレでやるとなったら8ビートぐらいの方がなんかゆったりっていうか、まあ合うかなと思いますので、今回は16ビートじゃなくて、8ビートのチャというリズムでやってみたいと思います。8ビートのチャでやると、誰だ誰だ誰だ、このなんか、この、チャの切れ味がなんか効くかなって感じで。はい。ガズレレ流かっこいいバージョンでは8ビートのチャで、この歌を表現したいと思います。音源はね、16ビートですけどね。もう16ビートもちろんやってみたい方、16ビートかっこいいですからね。はい。じゃあ、どんどん解説していきましょう。さっきも言ったんですけど、ここに、白い翼のダタタって書いてある。3回弾きたい。ここちょっとやってみましょう。白い翼のガッチャマ。はい。これ OK ですね。これはもう読んで字のごとく、タタタでございます。で、ここ。これ見てください。トベ、トベトベガッチャマ、G7 から Am のところ。これね、矢印なんです。ここも矢印。これはですね、動画内ではこの、矢印のマークを使うんです。これはですね、シンコペーションといってリズムが、前にこう、トーンと来るっていう感じですね。リズムがこう食い込んでくる。ちょっとこの、見てください。G7 と Am で今矢印が真ん中書いてあるテンポがあるんですよ。これをやります。じゃん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 。G7 からアップで Am。これが食い込んでる。普通だったら、じゃん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 じゃないですか。これが、じゃんじゃん、アップで Am。これで矢印でこの矢印で表現しているということです。それをやると、飛べ、飛べ飛べガッチャ、アップ、行け。これシンコペーションマーク。これ前に食い込むやつ。はい。これ覚えておいてください。はい。じゃあ次のところは。あ、これが面白いですよ。地球は一つのところなんですけど、見てください。これ。2弦の0030って書いてあります。まさに Am 押さえたまんま2弦の0030なんですけど、つまりこれ00ってところは普通の Am ですよ。ここの2弦の3フレット1回入れるだけでいい感じになります。ちょっとやってみましょうか。地球は一つ。
そう。それであの表現になります。地球は一つ。はい。なんですけど、これだけじゃなくて、もうちょっとこだわりたい方、ここカッティングで1音ずつ止めてみましょう。あ、バッキリ止めなくてもいいですよ。なんとなく。地球は一つ。地球は一つ。こんな感じで、パッパッパっていう風にイメージすると、またちょっとリズムのメリハリが生まれていいかなと思います。はい。じゃあ一回整理します。曲の全体のリズムは、もともと音を聞くと16ビートだけれども、8ビートのチャで、チャンスチャンスチャチャでやりますと。で、途中の、地球は一つのところでは、音をパーパーパーと止めるカッティングも入れてやってみるといいかもしれません。ちょっとカッティング難しかったら、この4つ弾きでいいと思うんですけど、カッティングと8ビートのチャのやり方、ここにリンク。行ってみてください。このリンク先は、ガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというふうにまとまっているところから、8ビートのチャとカッティングっていうところを見ながらちょっと練習してみてください。それも全部動画で解説されてますから。はい。そこで、リズムはマスターしましょう。はい。あとは、同じところをまたここに繰り返しのところでまた出てきて、この決めをやって、最後終わるという形で、ガッチャマの歌のこの切れ味をね、表現したいと。もう化学忍法火の鳥みたいな感じでやっぱりリズムをこうシャキッといきたいですね。はい。そんなことを考えながらですね、このガッチャマの歌。エネルギッシュにかっこいいバージョンやってみる !1、2、1、2。誰だ空の彼方に踊る影。白い翼のガッチャマ。命をかけて飛び出せば化学忍法火の鳥だ。飛べ飛べ飛べガッチャマン、行け行け行けガッチャマン。地球は一つ、地球は一つ、おーガッチャマンガッチャマン。化学忍法火の鳥だ。飛べ飛べ飛べガッチャマン、行け行け行けガッチャマン。地球は一つ、地球は一つ、おーガッチャマンガッチャマン。せーの、ガチャン。ガッチャマンかっこいいバージョンやってみました。なんかこう力強い感じになっちゃいます。どうしたって、だってガッチャマンだから。それはしょうがないですね。やっぱエネルギーを込めてね、やっぱアニメソングってのは何かこうエネルギーが湧いてくる感じがしますけど、中身はちょっと私もよくわからないですけど、イメージです、イメージ。やっぱり、当時見てた方これやっぱいいんじゃないでしょうかね。ぜひ楽しんでワイワイやりましょう。ありがとうございます。で、みんなと一緒にやるのもいいし、もうご自分一人でもいいけど、イベントガズレレのイベントなどでね、わーってこういう曲みんなで楽しむのもいいと思いますよ。はい、ぜひ皆さん楽しい音楽をやって、もし合ってる方は誰かに教えて、お友達教えてあげてください。ウクレレ楽しいよっつってね、はい、YouTube 教えてあげればすぐできますから。はい、はい、ガズレレいろんな、さっきも言ったですイベントやったり、まあ、本を出してたりとか、こういうウクレレ売ったり、こういろんなものを販売してます。これからちょっとじゃあインフォメーションさせてもらうんで、ご興味ある方ご覧になってください。どうぞガズレレ本ページご覧になってください。どうぞこちらにリンク貼っておきます。ホームページを見ていただくとも大体のこと書いてありますんで、チェックよろしくお願いしますね。はい、でイベント情報なんですけど、3月イベント行きます。3月30日四日市、3月31日は浜松行きます。はい、その後の予定もバーッと書いてありますんで、チェックしておいてください。詳細はホームページに書いてあるのでよろしくお願いします。そのイベントが続くと何に向かっているのか、はい、こちらです。2019年9月1日日比谷のヤオンデガズレレ、こちらですね。もう始動し始めてます。今もうちょっとするともう本当に詳細公開されるんですけど、今しばらく待ってくださいね。で、ホームページに行くともうその特設ページは一応できてるんで、ちょっと一回覗いてください。随時更新してます。今はまだあんまり情報ないですけど、 LINE アットなんかはホームページのトップページに出てますんで、 LINE アットで、最新情報ゲットしていただく、これもお願いいたします。でですね、ガズさんいろんな、イベントもちろんやってるんですけど、本も出してますよ。はい、こっちの方は主婦の友社から発売されてる私の人生って、僕がね白血病で骨髄移植させていただいてるんでね、もういろいろ考えることがあって、そういうことをうまいこと伝えてくれた本なんで、これ
ぜひ読み物です。こちらぜひ、主婦の友社、から出てますんで、もう全国の本屋さんで注文など、あの書店にもあると思います。よろしくお願いします。はい、こっちリッドミュージックから出てるウクレレ教則本、超初心者向け、これはものすごい大ヒット中です。もう4スリぐらいの重版になってますから、よろしくお願いします。はい、こっちは毎度おなじみガズレレ歌本シリーズで、今もボリューム5まで出てます。累計3万部。もう全部手書きです。このさっき見せた、こういうのが全部スキャンされて、ちっちゃい、このね、これです、これ。はい、ガズレレ歌。こんな感じで出てます。一冊につき50曲入っていて、ボリューム5まであるんで、僕250曲ぐらいの歌本になる。ガズさん、CD も出してるんでね。レッツゴー最高。これ CD なんですよ、はい、こっち。かっこいい版と、練習版の CD。これがね、私のガズレレ仲間の人はこれ弾けるようになっておいてください。お願いします。これも、ホームページに書いてあるんで、CD。お願いいたします。あー、もう盛りだくさんですよ、もうガズレレで。もうね、伝えたいことがいっぱいです。大変です。フォローしておいてください。ホームページ見てください。それでは、また音楽で楽しい時間いっぱい過ごしましょう、皆さん。楽しい人はどんどん教えてあげて、豊かな人を増やして、自分も豊かな。最高ですね。ありがとうございます。またよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。